不屈の男案、ブロークンは、ローラ・ヒレンブランドによるルイス・ザンペリーニの電気。この電気を原作とした映画が、アメリカ合衆国で2014年12月25日、日本では2016年2月6日に公開された。アメリカ合衆国で、ランダムハウスにより2010年11月16日に、刊行され、4年近くにわたり、ニューヨーク・タイムズのベストセラーリストに名を連ねた。 日本語訳は2016年2月8日、ラッセル・ヒデコの翻訳により、カドカーから刊行された。不屈の男アンブロー君は、2014年のアメリカの歴史、電気、スポーツ、戦争、ドラマ、映画、ヒレン・ブランドによる電気を原作とし、アンジェリーナ・ジョリーが監督と制作を務めた。映画は、ジャック・コンネル演じるアメリカのオリンピック代表選手、ルイス、 ルイ・ザンペリーニを中心に描く。ザンペリーニは、第二次世界大戦中に登場していた爆撃機が墜落し、イカダで47日間漂流した後に、複数の捕虜収容所へと送られた。映画は1943年4月、ルイス・ルイ・ザンペリーニが、アメリカ陸軍航空軍の B-24、爆撃機の爆撃手として第日本帝国占領下の、 ナウルトを爆撃する作戦に参加しているところから始まる。機体は激しい攻撃に遭い、搭乗員に負傷者が出る中、操縦士のフィルはタイヤがパンクしたおかげで機体を滑走路上に停止させることに成功する。物語はルが少年だった頃のカリフォルニア州、トーランスに遡る。彼は盗みや飲酒、喫煙の絶えない問題児であり、両親を困らせていた。 イタリア系であるがためにいじめにもさらされていた。ある日、ルイは野球場で観客席の下から女性のドレスを覗いていたところを見つかる。彼の兄ピートは彼の逃げ足の速さに気づき、彼をランナーとして育てることを決める。やがてルイは長距離走で頭角を現し、トーランスのトルネードの異名を持つようになっていた。彼は1936年ベルリンオリンピックに出場し、 5000メートル競争で最終周回の記録を打ち立て8位に入賞する。再び1943年、ルイと生き残った搭乗員仲間は、新山の兵士と共にかつて予備部品用に使われていた飛行機で救出作戦に出発する。しかし、作戦途中で機体の左エンジン2機が故障し、飛行機は洋上に不時着する。ルイ、マック、フィルの3人は、 傍聴式イカダに乗って生き残った。3日後、捜索機が上空を飛んでいるが見つけてもらうことができない。3人は残った食料や雨水、鳥、魚で上をしのぎながら、暴風雨やサメの攻撃を乗り切る。27日目には、日本軍の戦闘機に見つかり、攻撃を受ける。33日目、マックが死亡する。47日目、日本兵が歩いとフィルを捕らえ、 捕虜になった二人は強制労働に従事させられる。日本軍は二人に連合国についての情報を聞き出す。ため尋問にかける。ルイとフィルは別々の収容所に送られる。ルイの送られた東京の収容所はザバードこと渡辺六弘伍長によって指揮されていた。渡辺は元オリンピック選手であるルイを特に厳しく扱い、しばしば大出した。 ルイはラジオで祖国に存命であることを伝えることを許可される。しかし続けて日本を来産するプロパガンダを伝えることを強要され、拒否したルイは再び収容所に送られる。渡辺は他の捕虜一人数戸に戻ってきたルイを殴らせる。二年後、渡辺が昇級したため収容所を去る。安堵したルイだったが、収容所は東京大空襲の爆撃に遭い、 ルイは、渡辺の指揮する別の収容所に送られ、石炭の積載に従事させられる。渡辺は疲弊したルイが仕事を休むのを目に留め、ルイに巨大な木材を担がせ、監修に落としたら、彼を撃つ、よう命令する。しかしルイは木材を担ぎ続け、激高した渡辺は彼を殴打する。戦争が終結し、捕虜たちは解放される。米国に戻ったルイは、 故郷の地に口づけし、家族と抱き合う。映画の最後には、戦後の経緯に関するスライドショーが挿入されている。ザンペリーには結婚して二人の子供を設けた。フィルは恋人と結婚した。渡辺は連合国軍最高司令官、ダグラス・マッカーサーによって40人の重要指名手配先般の一人として指名手配されたが、数年の当本の末に卒業を免れた。 ザンペリーニは生涯キリスト教徒としての信仰を貫き、戦中に彼を捕らえた軍人たちを許し、うち何人かには実際に面会した。しかし渡辺は最後までザンペリーニと会うことを拒み続けた。1998年1月、81歳の誕生日を4日後に控えたザンペリーニは、日本で長野オリンピックの聖火ランナーを務め、かつて入り管していた。 収容所からほど近い場所を走った。映画は2014年7月2日に、ザンペリーニが97歳で亡くなった胸の字幕で幕を閉じる。カッコ内は日本語吹き替え1957年に、すでにザンペリーニの人生の映画家権を取得していた、ユニバーサルピクチャーズは2011年1月に原作の映画家権を購入した。 ウィリアム・ニコルソンとリチャード・ラグラベネーズが総功を執筆し、当初はフランシス・ローレンスが監督に予定されていた。その後ジョリーが監督に就任し、コ演兄弟が脚本の開講に携わった。当初ユニバーサルの共同出資者には、ウォールデンメディアが予定されていたが、撮影開始前に降板し、レジェンダリーピクチャーズが取って変わった。渡辺睦つ役には、 キャスティングディレクター奈良橋洋子の紹介によって雅が配役された。主要撮影は2013年10月16日から2014年2月4日にかけて、オーストラリアのクイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州、シドニーのフォックススタジオオーストラリア、ゴールドコーストのビレッジロードショースタジオで行われた。映画のサウンドトラックは2014年12月15日に発売された。 サウンドトラックには、アレクサンドリデスプラの劇ともと、コールドプレイによる書き下ろし曲ミラクルズが収録されている。本作の興行収入は、北米で1億1564万ドル、その他の地域で4764万ドルの合計1億6327万ドルに上る。北米では2014年12月25日に3131巻で公開された。 オープニング週末には3175万ドルを売り上げ、工業ランキングで同日公開のイントゥザウッズ、ザギャンブラー、熱い賭け、ビッグアイズを破って、ホビット決戦の行方に次ぐに位に立った。日本での公開日本では2014年夏頃からインターネット上で本作の上映中止を求める運動が始まった。とりわけ問題視されたのは、ヒレンブランドの原作における 日本軍によって何千人もの捕虜が死ぬまで叩くか焼くか刺すか棍棒で殴るかされたり、撃ち殺されたり、斬首されたり、医学実験の過程で殺されたり、儀式的なカニバリズム行為で生きたまま食べられたりした、という映画には登場しない部分の記述である。このため、配給元のユニバーサルピクチャーズは日本での公開について試案し、中国での公開についても、 中国国内の反日感情を煽りかねないとして、反日感情を煽っていると見られるのは本意でないとしたが、2015年3月26日に中国で公開されている。映画評論家の町山智博は、守護が何千人もの捕虜となっていることについて、確かに誤解を招く文章とした上で、この記述は九州大学生体解剖事件と小笠原事件に基づいており、 生きたまま食べられたという点は誤りだが、批判者は、儀式や祭事一般を意味する、リチュアルという言葉を、伝統的儀式の意味に誤って解釈していると、述べている。チェンジ .org では、映画の公開中止を求める要望に1万を超える、署名が集まり、史実を世界に発信する会事務局長のモテギ、行動は、A、テレグラフが見に、完全な劣像だ。 この映画は全く根拠がなく、非道徳的だと語った。これを受け、オランダ領東、インド人の末裔で構成される団体、ザインドプロジェクトはザアメリカ、合衆国日本国大使館に当てた、公開中止の阻止を求める、要望書をチェンジ .org で発表し、オランダの著名人から賛同が集まった。ザインドプロジェクトのアイネズ・ホーレンダーは要望書に、 添えられたジョリーへの公開書簡の中で、第二次世界大戦における被害の統計は厄介で、異論も多いが、一つ数字を挙げるならば、モテギ氏はアメリカ海軍省図書館をご自分で確かめられると良い。ドイツの収容所における米軍捕虜の合計の死亡率は1%だったのに、対し日本や東南アジアで抑留された米軍捕虜の死亡率は38から40%だった。 この映画に描かれた戦争犯罪を否定することは、インドネシア中の戦没者墓地や共同墓地に眠る直接ないし間接的に日本軍に殺された私たちの家族に対して行われた残虐行為を否定することであると主張した。日本でも change.org で公開を求める署名が始まり、1200件以上の署名が集まった。日本で ユニバーサルピクチャーズの作品を配給する東方東和は公開を見送り映画は最終的に独立系会社ビターズエンドの配給によって2016年2月6日から東京渋谷のシアターイメージフォーラムを皮切りに順次公開されたこれは当初の予定よりもずっと小規模の公開である東方東和は2015年3月の段階で 公開するなとの電話が数本あった、公開を検討したが、結論は出ていないと報じられていた。同年夏、ビターズエンドによる公開が決定。シアターイメージフォーラムには公開までに、講義のメールが1、2通届いたものの、公開初日の上映は、滞りなく、行われた。本作に対する、批評家の評価は、割れている。 ロッテントマトズは199件の批評に基づき、高評価の割合を51%、評価の平均を6、10、批評価の総意を、不屈の男アンブロー君が善意に基づいているのは、間違いないが、本来残して叱るべき印象を残すに至るには、偉人映画の定石を少し多く踏みすぎているとしている。メトクリティックは十八件の批評に基づき五十九百という、賛否両論。 または、中くらいの評価の値を示している。シネマスコアの出口調査で、観客は A から F の間で A マイナスの評価を与えた。ありがとうございます。